山本俊樹のワンポイントアドバイス。本日はファーストプルからセカンドプルにかけてのつなぎがうまくいきませんという質問を受けたので、そちらに答えていきたいと思います。ファーストプルからセカンドプルへのつなぎということで、まずはファーストプルのスタート姿勢を決めましょう。決め方としては肩の真下にバーベルが来るようにスタートポジションを取ってあげます。多くの方がスタートポジションをセットしたときに肩がバーベルよりも少し前に行ってしまっている方が多いです。この場合引いてしまうと重心が前に取られてしまうので、それを戻そうとして腕に力が入ったりとか腰が丸まってしまったりっていう原因になるので、まずは今言った通り肩の真下にバーベルが来るようにセットしましょう。この姿勢ができたら次はこの背中の角度を変えずに膝まで引っ張っていきましょう。背中の角度を変えずに膝まで引っ張ってきたら次は股関節を支点に上体を起こしてくるというのを意識しましょう。この時のイメージとしては膝はここから動かさないようにロックするイメージで股関節支点で引っ張ってきます。中にはここから膝をバーベルの下に滑り込ませるようなテクニックをする場合もあるんですが、これはかなり上級テクニックとなっているので基本は膝から股関節支点で引っ張ってくるっていうのを意識してやってみましょう。下からつなぐとこんな感じです。